はい、皆さんこんにちは、キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ、今回はですね、こちらステレイキャットドラーズという読み合ってるかな、わかんないけど、というね、ゲームやっていきたいと思います。こちらですね、脱出ゲームになってますね。まあ、名前の通りキャットってことで、なんかね、猫の格好した女の子少女と一緒になんかこう謎を解いてって脱出するというゲームでございます。謎解きゲーですね。謎解きゲー、脱出ゲー、こういうゲームあんまりねやったことないんで非常に楽しみです。早速行きましょう。スタートなんか画面、あーそうか、これ画面はあれか、なんかスマホみたいなねスマホみたいな画面だけど、これねスイッチのゲームですね。窓をタッチしてね、これか、あ、これがね、この真ん中に立ってる少女が主人公なのかな。あ、なるほど、こうやってステージ選択があると。 OK、 行きましょう。ステージ1、アイテムはタッチで入手できます。なるほど、これタッチ OK。 アイテムアイコンタッチするとアイテムが選択された状態になります。これを選択すると、あーなるほどね、これで開けると。で、ステージの謎を解いてパズルのピースをすべて集めたら扉を目指そう。なるほど、パズルのピースっていうのはこれか、この右下にある猫のやつ、4分の1で書いてあるか、4分の0。あ、もう始まってんのかこれは。なるほど、あ、いいですね。こんな感じで見て、まあ、謎を解いていくというわけか。よっかよっけ。はい、ゴミ箱に、なるほど、なるほどね、このなんか記号合わせるのか。オッケーオッケー。で、ポストがあって、これは3つの数字。で、ここら辺、チャリンコ。自転車は特に何も。触れない。カエルがいる。仲がいいですね、このカエルちゃん。なんか下にないこれ。なんか踏んでるっぽいな。なるほど。で、あとはもう目につくやつはこのバケツ。あ、バケツゲットできた。バケツをゲットできた。そしてこれどう見てもさっきのポストの場所だな。まあ、結構ね、序盤だから簡単そうだね。青9、黄色4、緑3。青9、黄色4、緑3。緑3。青9。9。え、なんだっけ、黄色が4。開いたー、オッケー。あ、これで、なるほど、今のが鍵ですね。これを4つ集めてこいって感じか。了解。で、このバケツを何に使うんだ。あと気になるのはこの水ね。これここ、おー、置けるじゃん、いいね。これで水を汲むことができたね。なるほど。あ、まあ、ここはドアね。ここから脱出する感じか。なんか落ちてる。なんかこれ、長靴。なんか、あー、自転車のあれか、リンか。チャリンチャリンのやつだね。ってことはこれ、チャリンコにつけるやつか。なるほど。これを手持って選択して、これ、つけた。あー、これ、やばい、やっぱ簡単ですね。へこんでて、変な形、ボコボコ、V、オッケー。へこんでて変な形、へこんでて変な形、ボコボコ、V、オッケー。素晴らしい、いいね、すごい、サクサクプレイですね、優秀。で、あとこれか、傘か、傘の謎があるね。あ、これじゃね？これかけらだよね。取れないね。この傘どけりゃいいのかな。この傘どけないね。この傘どけないのか。ちょっと待とうぜ。ああ、そういうことか。バケツの水を今ここに使ったら浮いてきましたね。これそういう浮く素材かなんかなんだね。浮くんかい。
あと1個か。あと1個どこなんだ。あと見てない場所。あと見てない場所。どーこ。あ、ダンボールあるじゃん。ほら。あ、普通に入ってる。オッケー、4つゲットできた。とりあえずこれでステージ1クリアだ。あの、おお、かわいいですね。よっしゃ、行くぞ。ほら。よし。雨降ってるんだからね、早く。あ、これお母さんかな。てか家に入るためにあれやってたの今の。どんだけかわいそうなんで締め出されたのか。さあステージ2行きましょう。シャンシャンシャン。うわー、めちゃくちゃ画面が派手。クリスマスか、クリスマスか。なるほど、ここも、4つ集めれば OK だね。いや、いいね。めっちゃクリスマスじゃん。BGM からして。ツリーがあるね。ツリーが特に。おお、なんだ。トナカイのおもちゃ。ゲットしましたね。あ、これ。あー、いいね。いいね。じゃあ、いや、とりあえず光らしとくか。いいですね。ここら辺は特にな。マッチ。マッチ。火つけんのか。ろうそく立てんのかな。あ、ろうそく。え、こっちをゲットすんの？何これは？これは何ですか？とりあえずね、押しても開かないね。これ、ろうそく乗っけてみるか。もう一回なんねえか。まあいいや、とりあえずちょっと一回一通り、周り全部見ていきましょう。これは？あ、何これ？あー、なるほど。これ多分引く回数がどっか、書いてあるんだな。これ時間関係あるかな？いや、関係ねえな。赤と緑の装飾品、なんかあればね、見つかりそう。オッケー。ここら辺は？なんかこいつ。ほっ。怖っ。え、怖くね、こいつ。何噛んでたのか知らないけど、くるみ？かな？砕きやがった、こいつ。あ、これは、これはわかりやすいね。ろうそく置けって書いてあるじゃん。ほら。で、マッチで火つけるんじゃない？おー。あ、溶けるんだ、横の雪だるまが。あー、そして、オッケー。キー、まず1個目、ゲットですね。素晴らしい。あ、あー、あ、は、は、気づいてしまった、上。これ、矢印があって、星、緑、赤、2回、緑、赤、で、鳩、鳩。あ、こっから鳩が出てくるのか。オッケー、ちょっと待って。緑、赤、赤、緑、赤。緑、赤、赤、緑、赤。緑、赤、赤、緑、赤。オッケーです。いい、順調、順調。順調、順調、順調ですね、これ。で、あとは、二つ。あと二つ。今持ってんのがトナカイのおもちゃか。この辺は特に何もなし。なんか取れたりしそうだよね。取れない。なんか特に触っても取れないね。あ、てか、これあれか、トナカイか。これか。そうだね。オッケー。あれあれ反応はない。サンタがいねえからか。これサンタ、取れる。これを乗っけると、出てくる。いいね。やっぱね、序盤なんで結構簡単ですね。うわ、なんだ。あ、電気消せんだ。あ、かわいい。怖がってるよ。やっぱ暗いの怖いのかな。でもクリスマスツリー横にあるからめっちゃ明るいけどね。なんこれ明らかに。何これ、いくら？なんか中に入ってるね。多分これ、オッケー。もうね、わかりました。うん。今まで使ってきたギミックで、意味不明なやつっつったらこいつだよね。この怖いやつ。これに食べさせるの？やばい、めっちゃサクサクだ。やばやばい、自分が怖いわ。これちなみに俺、ちゃんと初見ですからね、僕。見てないですから、ネタバレとか、そういうの。オッケー、やばいいね、まあ、ステージ2だからね、まだ。そうそう、まだね。オッケー、ステージ2クリア。よっしゃ、あら、かわいい。ステージ2クリア。続いてステージ3行きましょう。次はどんなステージでしょうか。あ、いいね、いいね。こういう空気すげえ好きだわ。
ウサギいる。ウサギだけじゃなくてカエルとなんかヒルみたいなやつみんな。これは、はいはい。え？ああ、ただボタンを押すだけか。足が、あ、これはあれだね。こいつらの足跡か。ウサギの足跡、カエルの足跡、アヒルの足跡か。しかしよくわからんね。あと触れる場所は、ここか。ああ、鍵を見つけて本を開くパターンね。あ、これも、ああ、なんか数字書いてあるな。2、1、4。ああ、ちょっとこれは難しそうだな。赤、ピンク、黄色、青っていうのを覚えておいて、覚えておいていいでしょう。これは特に触れなし。何これ、え、何これ、猫のクッキー。あ、赤ウサギ、黄色蝶々、青魚、ピンク桜花。そういうことね。つっても今多分数字どっか入れるっぽいんだけど、数字入れる場所どっかないの。4桁だよね多分。これじゃね。あ、これもしかして、あれ、ん、どういうこと。あ、よくわかんねえな。これじゃないのかな。ここか。おいおい、お前こいつ持ってんぞ。おい、こいつ持ってんぞ。あ、これ食べるかな。お前食う、これ。そういう使い方じゃない。どこに入力するんですかこれ。あとこの、これどこに使うのこれ。これは多分これだね。多分これ水あげりゃいいんでしょだよね。うん、オッケー。これはいいとして、オッケーだけど、このまずね、シャーベルをどっかで使うんだろうね。あ、てかなんかここら辺盛り上がってるから、ここら辺掘るとかないの。ここら辺特に掘るとかはなし。なしなしなし。おーっと、おーっと、なんかあんじゃん。ウサギの足跡が1、2、3、4。これもそうかな。5、6、7、8。アヒルが3、カエルが4。あー、2、3、8。なんだっけ、アヒルが3、1、2、3、カエルが4。いや、関係ねえ。あれ、なんだこれは。ちょっと待って、多分でもこれだと思うんだけどな。あ、これウサギも4かな。この足跡とちょっと違うよね、ちっちゃいやつね。で、多分ウサギも4つだな。4、3、4。ウサギが4、1、2、3、4、カエル、ん？じゃあ、アヒルが3、カエルが4。2だったぞ、今。今2だったぞ。どういうことだ？まあいいや、とりあえず鍵ゲットですね。オッケーオッケー。そしたらば、鍵は多分これは本だね。この本に使って、ゲット。オッケー、2個目。よし、あとの謎は、あれってこの鳥にあげるんじゃないのこれ、クッキー。お前食えよ、これ。それともあれかな、木をぶったたいて落とすとか。そんな野蛮なゲームじゃねえな。いきなり、なんだ、なに。え、なにこれ。ちょっと待って。皆さん、これさ、スコップ選択しながら押したら、ここら辺開くんか。なるほど。何これ、これは何ですか。変なマークが、これなんかリンゴっぽいマークと変な日本のマーク。28? とりあえず3つだからここら辺っぽいかな。69か、これ69に見えるね。69と28と11か。え、
合わなくねえか。69と左側だけ取るとか、621入れてみるか。焼かねえな。こういうのはね、ヒント見たくないんだよね。一応ね、これヒントがあるらしくて、これか、これ押すとヒントが見れるんだけども、いやー見たくないね。ヒントはまだ早いよね。あとここら辺のね、謎も解けてないからね。4桁これはわかる、わかんないんだよ。これだって1回押したらね、消えたまんまだからさ、わかんねえんだよな。1たす1で2でしょ。2、1たす8で10で0、10、6たす9で15、5、105、または105、または501か。108でなんか入った。全部の合計か、今の。もしかして108?108だったよね、今ね。108だったね。69たす11で、80。80。やっぱりそうだ、全部の合計か。全部の合計が108か。なるほど。やべえ、適当に当て入ってしまった。いや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 。まあね、運も実力のうちっていうことで。あとは1個なんで、あと1個は、これね、こいつ持ってるから、こいつから奪い取れりゃいいんだけど、このクッキーをね、どうにかしなきゃいけないと思うんですよ。これってさ、これをさ、使う場面がもう全くわからない。これ多分押す順番かな。あ、そういうことか。おい、バカデイ。俺、バカじゃん。わかりました、これ。そういうことか。4、1、3、2ってよく考えたら1、2、3、4じゃん。これ順番だ、押す。今更って感じじゃない。ただ、もしかしたらみんな気づいてた。気づいてたとしたら俺は相当恥ずかしいやつだ。とりあえず1番、ピンク、青、黄色、赤か。ピンク、青、黄色、赤。ピンク、青、黄色、赤。あー、ええで、オッケー。いやー、あ、そういうことか。今クッキー置いたのか。あ、ずっと選択肢なのか。なるほど。オッケー。やっと突破だ。かなり時間かかったわ、ここ。素晴らしい。オッケー。脱出成功。いくぜ。あら、かわいい。はい、ということで、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いや、楽しいですね。やっぱ脱出ゲーム、謎解き系はやっぱり面白い。まあ結構ね、難しいですけど。ね。で、まあもしね、次回があれば、ステージ4からやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。